はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、いつでも 3% 還元折り紙ペイキャンペーン継続。折り紙ペイで使い方次第でいつでもお得にということで、今回折り紙ペイのキャンペーンが継続されることについてお伝えしていこうかと思います。ということで、まずは概要からお伝えしたいと思うんですが、折り紙ペイ、いつでもその場で最大 3% オフということで、すでに折り紙ペイを利用されている方であればご存知かと思うんですけども、ローソンや松屋などの、折り紙ペイの加盟店で、折り紙ペイを使って決済をしたら、毎回最大でも、3% が割引されるんですよね。そのキャンペーンが今回も継続をされるということなんですよね。で、期間に関しては、ここにも記載がある通り、2019年の6月の1日から9月の30日までということなので、まだ3ヶ月間このキャンペーンがあるのはちょっと嬉しいですね。そして、お支払い方法と割引内容がこちらなんですけども、お支払い方法が金融機関口座からの場合は 3% オフになって、最大割引金額が3000円まで可能ということと、あとはクレジットカードもしくはデビットカードと紐付けしている場合は 2% オフになって、最大割引金額が2000円ということですね。まずこの金融機関口座に関しては、僕も銀行口座と紐付けもしてるんですけども、折り紙ペイで決済したらもう即時引き落としされるので、もしそれがいいっていう方であればそれもいいかなと思います。もしくはクレジットカードとのポイントと合わせて使いたいってことであれば、このクレジットカードと紐付けして2%オフにするのもいいのではないのかなと思います。そして今回のキャンペーンについて分かりやすい例えが公式ページにあったので、そのまま引用させていただきます。例えば1ヶ月間毎日コンビニで200円のコーヒーを買うということなので、30日間コーヒーを買ったらどれぐらいのお得になるかということなんですが、例えば現金で支払った場合は200円かける30なので、236,000円ということですね。そして折り紙ペイにクレジットカードを紐付けして支払った場合は5,880円なので120円お得ということですね。そして折り紙ペイに銀行口座を登録して支払った場合は合計で5,820円、いわゆる180円お得になったということですね。なので1ヶ月換算すると約コーヒーの1本分が浮いた計算になりますね。そしてこのキャンペーンの割引適用外の店舗とか施設っていうのがあって、ミニストップ、サカナクション、大垣市役所というところですね。この割引が異なる店舗というのもありまして、ケンタッキーであったりとかカメラの北村とかですね。今回注意点が3つほどありまして、先ほどもちょっとお伝えしたことにちょっと被るんですけども、例えばお支払い方法に応じて割引内容であったりとか最大割引金額が異なるということ、次に一部キャンペーンの対象外または割引内容、割引の最大金額が異なる店舗もあるということ、そして通常1回とみなされるべき金額のお支払いを複数回に分割してお支払いすることはできませんということですね。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。折り紙ペイのキャンペーンが継続するということでしたね。折り紙ペイの場合は、現在の割引以外にもクーポンもくれたりするので、それはもうとてもありがたいですよね。僕も昨日のプレミアムフライデーでのクーポンも吉野家とローソンでしっかりと活用させていただきました。本当に折り紙ペイには感謝しております。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。